皆さん、こんにちは。こんにちは。動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。レックスコーポレーションの山です。レックスコーポレーションの山下です。よろしくお願いいたします。さて、この動画も、はい、マネジメントシステムの理解をより深めてもらうために、身近な事例を、マネジメントシステムの視点で解説しておりましてですね、うん、今回も前回に実は引き続きまして、うん、こちらのテーマで参りたいと思います。じゃん、ドンということで、トラブルの生かし方でございます。生かし方ね、生かし方できました。はい、まあ、前回が、うん、トラブルの捉え方っていうところだったので、ね、まあ、そこからの続きのね第2弾という形になりますけれども、はい、まあ、トラブルをねこう一言で言ってもね、まあ、人によって、ね、前回どういうトラブルの受け取り方っていうのは人それぞれ違うわけですよ、はい、だから例えばこう私がねトラブルだと感じても、やっぱりエマさんの場合はいやそれはトラブルじゃないですよなんてね話あったじゃないですか、はい、だからやっぱり人によって差は出てくるというふうに思いますけれども、うん、まあ、それがねトラブルとは一体どんな事象のことを言うのかっていうところで、やっぱりこう関わる人たち同士でねしっかりとやっぱり共通認識してもらうことが大事っていうことをね前回お話しさせていただいておりますので ね、ここから見る方は前回見ていただけるとね、大事だと思いますけれども、まあ、今回は、うん、そうね、先ほど言ったトラブルが発生した後ですね、自分たちの、その、まあ、成長発展にね、こう、まあ、いい気づきとして、自分たちへのね、いい気づきとして生かすためにはどうすればいいのかというところを今回お伝えさせていただきたいと思いますので、うん、まあ、山さんね、はい、まずこうやっぱりトラブルがまず発生したらどうします？うん、もちろんもう発生したらもですね、まあ、なんとかしなきゃいけないので、もうそのトラブルを、まあ、鎮圧するっていうことね。鎮圧。かっこいいですね。なかなか使わないですけど、まあ、鎮圧。はい、でもちろん、まあ、ね、上司に報告するっていうのも真っ先にしなきゃいけないんですよね。うん、情報を共有する。そうですね。どうしたらいいのかってお伺い立てて、まあ、あるいは自分自身が任されて、その案件が任されている場合は自分で決めて、まあ、やって処理していくと。うん、まあ、もちろんね、スピードが求められて、なかなかどうですか、どうですかってお伺いを立ててる間に、どうすんだ、どうすんだっていうことも、トラブルが余計に広まってしまうということもありますから、まあ、すぐに対処しなきゃ、しなきゃいけないときは、処理をまずしてから、その後に報告するというような流れ。はい。はい、まあ、そうですよね。まあ、おっしゃるとおり、全然間違ってないと思います。で、まあ、その中で、まあ、特にこう注意しなければならない。っていうね、さっきも今さんがおっしゃった通りで、やっぱりその情報をいかにね、こう関わってる人同士で共有するか、はい、でその情報をしっかりと捉えていくかっていうところが大事になるので、まあ、よくあることはこう発生したトラブルをね、まあ、報告しないでやっぱそのまま進めちゃって、終わった後にね、こうまあは、まあ、ご本人以外の方からね情報が入ってくるなんていうことがあると、やっぱり結構私たちもね、いろんな企業様お伺いするとね、お聞きします。残念ながら。まあ、ただし、やっぱりこれだとね、うん、まあ、同じことを繰り返してしまう可能性もあるので、やっぱりよろしくない。うん、ね、今回は軽傷で済んだかもしれないけどね、次回はね、やっぱりね、大きな傷をね、負ってしまうなんて可能性もあるんで、やっぱり気をつけた方がいいですよ。そうですね。前回の話にもありましたけども、まあ、発生したトラブルをもうガチガチに詰めて、まあ、ほんね、すんごい、チュンパンパンパンってやってやってやってみたいな、まあ、なかったことにして、バレなきゃいいよみたいな気持ち、もうまあ、出ちゃうのは分からんではないんです。まあね、やっぱすごく難しい部分だと思います。やっぱ怒られちゃうだなとかさ、いろんなのあるじゃないですか。せっかく報告したのにさ、怒られたらさ、それは気分悪いし。そうですね。言わなきゃよかったなってなっちゃうときですね。まあね、やっぱりそういう中で、まあ、残念ながらね、やっぱりトラブルっていうのは、いずれにしてもバレる。バレるんですね。いや、何事もやっぱり発生したらば、やっぱすぐにね、謝罪をするっていうことがやっぱり大事になってくるし、こう、まあ、謝罪がね、遅くなってしまってね、やっぱりこの大変になっちゃうこともあるわけですから、まあ、テレビでもよく見るでしょう。そうですね、よく見ますよね、朝の報道とかでよくパッて出てますけれども、まあ報道陣の前で頭を下げる、申し訳ございません、今年はなんかよく見たような気がしますよね。いろんなところでね、あると思います、まあね、今誰がいい、誰が悪いって、そういうことじゃないですけれども、やっぱりきついよね、見てる側もきつい。だからやっぱりこうね、
まあもちろんね、簡単に言うとね、やっぱ謝罪するっていうところでの理由としては、やっぱりこのマネジメントシステムにありますけれども、法律とかね、顧客とかね、まあ、社内の規定とか、まあ、そういったいろんな求められている要求事項っていうのがあるわけですよ。法律で求められていること、お客さんから求められていることね、あるいは、まあ、社内でのルールと規則とかね、あるわけですよ。そういった要求事項を、まあ、そのいずれかをね、守らなかったことによって、まあ、重大な違反となってしまってね、例えば迷惑をかけてしまったとか、はい、あるいは損害をね、やっぱり発生させてしまったっていうことに対して謝罪をするわけですよ。だからまあ自分だけの範囲だったらば謝罪なんて必要、ね、ないとは思いますけれども、まあ、その中でね、こう謝罪をして終わりっていうこともよくない、よくない、ね、もちろん謝れない大人もいっぱいいますけど、ね、はい、ね、その後ね、謝罪した後、やっぱりこうトラブルのやっぱ解決とか、やっぱ再発防止っていうところにつなげていく必要がやっぱりあるわけですよ。で、やっぱりこう ISO の中ではね、この10項の改善というところに書いてあるんですけど、まあ、10.2 と、ね、不適合および是正処置という、ね、ところがあるんですけども、つまりこう間違ったものをね、正しい方向へ修正していくという活動が大事になるわけです。不適合および是正処置の流れがある。そうそうそう、流れがしっかりとまたこれ書いてあるんでね、まあ、見るとね、結構バーっと書いてあるんで、また難しく捉えちゃう人多いんですけど、まあ、簡単に言います。簡単にね。簡単に言うと、例えば火事起きるじゃないですか。火事がボーンと、はい、燃えたって、火事起きちゃったって言ったら、うん、まずは応急処置するんです、一つ目、うん。これ、簡単に言うと消火活動ですよ。はい、さっきの鎮圧じゃないけど、この鎮火させる。ね、鎮火。ね。火消すわけです、うん。で、火消しした後、次は大事な二つ目は、うん、原因の分析と特定っていうところが。もしかしたらよ、もしかしたら器用な人は消火活動しながら原因分析する人もいるかもしれないけれども、やっぱり基本的には火消しをね、してから、鎮火してから分析していくっていうことが多いので、その最中になんか原因を分析するなんていうのは同時進行ってなかなか難しいので、やっぱり鎮火してから原因分析をしていくっていうことがね、大事になります。で、3つ目は再発防止策の策定と実行というところで、原因が分析、ね、して特定できたらば、その原因を元にね、その例えば火事だとか、火事を起こさないための再発防止策を考えて、それを、まあ、試していくわけですよね。再発防止策、これもやって、4つ目、再発防止策の評価、うん、ここ実は大事。評価、はい、これ大事。みんな結構ね、企業さんでも再発防止策を徹底詰めます言ってるんだけれども、再発防止策を徹底していく中で、それまだ完璧じゃないです、実は。大事なのは、再発防止策を立てて、それ試してみた結果ね、どうでした結果。OK だった?ダメだった?あるわけですよ。評価をしていただいて、それはある一定の期間を設けるのか、同じことがあった時にそれを試すのか、いろんなやり方ありますけれども、やっぱり評価をする。これ結構みんなやってないんですね。以後気をつけますけども、放置しちゃったんですね。そうですね。そこで終わってる。終わってないんですよ。終わってません。だそこで、やっぱり、再発防止策を立てて満足するのではなくて、ちゃんとその再発防止策が有効かどうか評価して、ダメならやり直す。やり直すときは、原因の分析の、まあ、し直しとか、あるいは再発防止策の策定のし直しをするっていう。はい、5つ目。それで、OK だったら、評価して OK だったらば、関係各位に正式にね、水平展開してる。展開してるってことです。だから、この評価をしていないね、状態で、もしかしたら間違った再発防止策を展開したら、大やけど、うんうん。あるいは火の中に飛び込んじゃって、ね、全滅する場合だったら、だから、再発防止策作ったから大丈夫さんっていうのはもう大間違い。そこではまだ終わってませんっていうところで、やっぱりちゃんと評価をして OK だったら展開してくるってことが、これがね、やっぱりこうものすごく大事なトレンドです、うんうん、なるほど。トラブルの解決の流れがある、はい、ということが分かりましたね、はい。まあ、さらにちょっとだけ質問ですけれども、うんうん、トラブルは改善の種と前回お話ししていましたけれども、はい、じゃあ花は咲くんですかね。咲かせたいですね。咲かせたい。咲かせたい、ね。埋めながら咲かせたい。
咲かせてみせようっていうところでいきますと、まさにおっしゃる通りで、まあ、最後にね、この是正処置っていうものは、正しい方向に修正していくことなんですけれども、やっぱりトラブルをね、修正するだけじゃなくて、このトラブルとか問題とか、そういったものを、やっぱり自分たちのね、こう、まあ、業務の改善っていうところはね、もとより、やっぱりチーム全体とか、あるいは、部門全体、あるいは会社全体を含めた、やっぱり改善活動につなげていくということが大事。改善につなげるんですよ。だから、そのだけ、そこの問題だけの事象で捉えてるんじゃなくて、あ、こんなことあったよね。もしかしたら、他の部署にもこういうことない、大丈夫とか、これを生かして、なんか次どういう、なんか新しいものを生み出せるかもしれないねとか、でそのトラブルを通じて、なんか製品開発につなげるとか、商品開発につなげるとか、自分たちのマネジメントのやり方を変えていくとか、いろんな改善につなげることができるんです。これが芽を出す。ということなんですよ。なるほど。よそで起きた問題っていうのは、まあじゃあ自分のところはまあ関係ないようじゃなくて、それもちゃんと捉えながら、じゃあどうすればいいんだろうっていうことを、まあ自分たちのさらなる改善力に、していくと、そしてさらに強くなるよと。そう強くなる。そういうこと。本当そうなんです。うん、だからやっぱりトラブルについてこれ私たちしょっちゅういろんな企業さんに言ってるんです。やっぱね、犯人探ししたりするわけよ、うん。あるいは相手を責めたりするわけよ。そんなやってる暇があったらば、ね、トラブルについて誰かを責める暇があったらば、やっぱりトラブルを生かしてそのやり方が良くなかっただけだから、うん、仕組みをこう改善してさらなる成長にこう注力していった方が絶対早い、うん、もうそのないあの人がこうだからあの人こうだからもう聞きたくないし、うん、無駄、うん、そうだからあいつが悪いこいつが悪い言う前にさっさと次の改善行きましょうっていうのが大事です、うん、そうさなんかよくやっぱ聞くと、うんだいパッと起きたトラブルに誰がいけなかったんだっていうのはよく聞きます。誰がじゃなくて何がいけなかったんだっていうところで一緒に考えるんですよ、うん。何がいけなかったんだろうって一緒に考えて改善していくっていうところがやっぱり一番大事。誰も悪くないんです、うん。あ、それ言われるとじゃあ次にってなりますね。一緒に考えてやり方良くなかったんだねって一人で考えさせちゃうことだってあるじゃん。ごめんねってみんなで考えてみんな改善しようでいいじゃないですか。みんな完璧ではないのでやっぱり火事になっちゃう時もありますよ、うん、それをやっぱりみんなで火消ししてみんなで次火を起こさないように生かしてこれは、ね、どういうふうにしたらより良くなるんだろうかっていうところにみんなハッピーのためにやってるっていうところをね、うん、考えていただけるといいなと思います。みんなそうですね一人じゃなくてみんなでそういうことですね。オールハッピーありがとうございました。お後がよろしいよね。今回はトラブルの生かし方というキーワードでですね、まあ、進めさせて話させていただきました。はい、引き続きですね、マネジメントシステムの視点でこれからも掘り下げていきたいと思いますので、はい、もういろんなことが世の中起こっておりますので、はい、そういったものもですね、どんどん質問を受け付けておりますので、はい、マネジメントシステムのこともそうですし、仕事、あるいは日常生活の中で起きている、ざまずいてしまったこと、思い通りがっていうことをですね、どんどん当社の方に、まあ、コメント欄でもいいですし、問い合わせフォームでも構いません。お送りいただければ、質問に対してお答えさせていただきますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、お待ちしております。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また、どんどん配信していきますので、よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは、また。